それではこれより株式会社アイスコ2024年3月期の決算説明会を始めたいと思います決算概要に加え5月13日に発表いたしました第二次中期経営計画についてもご説明させていただきますので最後までよろしくお願いしますはいまず本日お話しさせていただく内容となります はい、えー、まずは会社概要です、えー、当社の企業理念はアイキア・イブリバディ・カンパニーあらゆる人々に慈しみの心を持って接する企業でありたいと、えー、社名の由来にもなっておりますこの言葉は私たちができるだけたくさんの人々に幸せになってもらいたいという強い願いを込めております、えー、また頭文字のオレンジ色に色が変わっているところを取ってアイスコという社名にもなっております はい、えー、続いて、会社概要になります。会社概要についてはご覧のとおりです。えー、当社はフローズン事業とスーパーマーケット事業2つのセグメントを有しておりまして、えー、約80%以上の売上高をフローズン事業が占めておりりますすはい、えー、続い続て遠隔です、えー、遠隔隔でもご覧のと,おりとなります。 当社は1948年にアイスキャンディーの製造販売として創業しており現在に至っておりますそしてこの下の表はですね過去からの当社の売上高の推移を表しております、はい、続いて2024年3月期の決算概要になります 前期比較での分析となります前期はコスト上昇に苦しみながらも改革を進めた結果増収増益で着地いたしました売上高は2桁成長の前期比12.5%増で大台の500億円を突破することができました この要因としては昨年までの価格転嫁が思うように進まなかった反省からしっかりとコスト上昇分を価格に転嫁し値上げをすることで売り上げを伸ばすことができたことまた記録的猛暑によりアイスクリームの売り上げが増加したことなどが大きな要因となっております。加えてです、ね、当社のの主要取引先であるドラッグストア様の 取引についてもですね新規出店が相次ぎ売上を伸ばすことができております利益面では昨年営業利益1億1700万円から約4倍近く増加し4億5200万円としっかりと確保することができておりますこの要因としましてもコスト上昇分の価格転換に加え猛暑によるアイスクリームの販売の増加が大きく影響を そししててて貢献してくれておりますまた、ですね前期から進めておりました物流効率の改善においてはサテライト拠点2拠点を新設するなどコスト上昇に苦しんだ分しっかりと構造改革を進めた結果配送効率を高め経費の削減につながっております。 なお特別損失といたしまして、2025年、開設予定の横浜営業所新設に伴い、既存拠点の移管が決まったことで、営業所の固定資産の一部減損を行っており、この結果、当期純利益は前期比120%増加の3億1800万円で着地いたしました。 こちらグラフで見ますとフローズン事業における売上及および売上総利益の増加が大きく寄与し売上の増加に伴う人件費をはじめとする配送費用も増加しておりますが利益を見るとしっかりと伸ばせることができておりますまたスーパーマーケット事業では開店のための一時費用が3000万円ほど発生しておりますが こちらは昨年9月にオープンしたスーパーセンセンカタイガ富士ヶ川店の出店に伴う費用となっております。はい、えー、続いて、えー、セグメントごとの損益についてご説明申し上げます。は、え、じ、ー、めにフローズン事業の業績になります。えー、冒頭からご説明しておりますとおり、セグメント売上は価格転換による値上げの影響や 記録的猛暑によるアイスクリーム販売の好調などにより堅調に推移いたしましたこの結果フローズン事業のセグメント売上高は前年比18.3%増加の439億円となりましたまた昨年はですね軽油代の価格の上昇や電気料金の値上げなど急激なコスト上昇によりセグメント利益は大きく減少しておりましたが 当期はコスト上昇分の価格転嫁が進みました加えてです、ね、北関東エリアを中心にドラッグストア業態のお得意先様への売り上げが着実に増加しております6月に茨城県に開設したミトサテライト3月に三重県に開設した松坂サテライトも順調に稼働し 配送効率の改善に大きく寄与をしておりますこれらの結果ですねセグメント利益は前期費200%増加の5億2900万円となりましたはい、続いてこちらでは業態別商品カテゴリー別の売上高になります前期と比較しますとドラッグストア業態の売上が増加しております これはですね、既存取引先であるドラッグストア様の新規出店による売上の増加であり、引き続き安定した成長が見込まれると考えております。また冷凍食品の売上はですね、外食の回復により若干落ち着きを見せているものの、価格改定の影響に加え、小売化 各社のお店の冷凍食品売り場の面積の拡大により、引き続き増加をしております。また、今期は記録的猛暑の影響もあり、アイスクリームの売り上げが前期比で17.7%増加になっております。なお、第1次中継では食品スーパー業態への取引を増やしていく増やしていきたいと。 というご説明をしてまいりましたが最終年度においては9.6%増と着実に増えてきております引き続き SM 業態の開拓は進めながらさまざまなチャンネルの売上高を伸ばしてまいりたいと考えておりますはい続いてスーパーマーケット事業になります スーパーマーケット事業につきましては、前期に3店舗閉店したことにより、セグメント売り上げは前期比で減少しております。また、2023年9月に横浜市にスーパー先生館大河藤士ヶ丘店を出店したことにより、開店費用が増加し、一時的に販売費および一般管理費が増加しております。 これらの結果セグメント売上高は前年同期比15.5%減少の65億円セグメント損失は7,700万円になっております。利益面では開店一時費用約3,000万円を除くと不採算点のスクラップや管理コストの見直しを行った結果前年同期よりは改善しておりますが依然としてセグメント損失となっております。 小売業を取り巻く環境は非常に厳しい状況が続いておりますが引き続き業績改善に向け施策を実行し早急に黒字化を達成したいと考えております。 すでに公表させていただいておりますとおり2025年,2025年建設予定の横浜営業所の用地を取得いたしましたこちら総額では14億円ほどの投資,と投資を見込んでおります関東エリアの売り上げはまだまだ増加を見込んでいることや 配送効率、物流効率の点から見ても改善の余地があるため横浜営業所の稼働によって売上利益ともに伸ばしていけると判断し設備投資を決定いたしました設備投資においては土地部分については自己資金を用いて建物、冷凍倉庫部分については金融機関からの借り入れを計画しておりますが いずれにせよ資産効率を見ながら今後も積極的に設備投資を行ってまいりたいと考えております。はい、続いてキャッシュフローです。営業キャッシュフローは利益が増加したことで大きくこちらも増加しております。投資キャッシュフローの増加はですね、先ほど申し上げた通り横浜営業所の建設予定 地の取得約7億円や、大河富士川丘店の出店による設備投資などでございます。はい、えー、続きまして、えー、2025年3月期、えー、通期の業績予想についてご説明申し上げます。えー、2025年3月期の業績予想について、えー、まず売上高につきましては、引き続き主要お取引先様の出店が見込まれる一方で、 2023年夏の記録的猛暑の反動も見込まれておりますただし直近の気象予報では2024年今年も猛暑予想となっておりそのあたりはやや保守的には見ておりますが、まあ、猛暑になった場合には夏場にしっかりと売上利益を伸ばしたいと考えておりますこれらの結果ですね売上高540億円前期比で6.9%増 営業利益5億円、前期比で10.5%増。経常利益5億5000万円、前期比10.5%増。当期純利益は3億5500万円、前期比で11.3%増を見込んでおります。はい、こちらセグメント別の業績予想になります。 フローズン事業はです、ね、先ほど申し上げたとおり、昨年の猛暑の反動を織り込み、やや保守的に見ております。利益面については、徹底的な物流コストの合理化を進めており、サテライト拠点による配送や、新ハンディシステムの導入など、物流コストの改善を進めることで、増益を見込んでおります、はい。続いてスーパーマーケット事業になります。 節約志向の高まりによる個人消費の低迷や業種の垣根を越えた激しい競争が続くことが予想されておりますがもう一度現場主義を徹底しお客様目線に立った商品提案や売り場作りを行うことに加え仕入れ強化を図り業績回復に向け取り組んでまいります。 セグメント売上高は2023年9月に開店した藤ヶ丘店により増収の見通しで利益面についても開店一時金一時費用などが減少することでセグメント損失は縮小する見通しです。はい、続いてて株主還元にになりりりまますす、えー、リリースしております通り 株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに当社株式への投資の魅力を高めより多くの株主様に当社株,主をあ株式を保有していただくことを目的に 3月および9月末の株主名簿に記載された株主様に対し各4枚年間8枚のハーゲンダッツギフト券を株主優待として贈呈することを決議いたしました制度導入の背景としては株主の皆様への感謝はもちろんのこと株主優待を通じ素業であるアイスクリーム業界に貢献してまいりたいと考え 1>, 1枚でハーゲンダッツミニカップ2個と交換できるハーゲンダッツギフト券を優待品として選んでおりますまた同時に株式の誘動性を高めるために9月末基準で1株を2株にする分割も決議しておりますが株主の増加及び株主還元の強化を図ることを目的に優待制度の対象及び内容は維持してまいります はい、えー、続いて配当です、えー。当社は株主の皆様に対する利益還元があ経営の重要政策の一つであると考えており、えー、優待とともに、えー、安定した配当を継続することを配当政策の基本方針としております。えー、来期は分割の影響で若干分かりにくくなっておりますが、えー、分割前換算で、えー、当期の配当を据え置きさせていただきます。 はい、こちらご参考になりますが、当社株式の流動性の向上および投資家層のさらなる拡大を図ることを目的に、株式分割を実施いたします。内容はスライドをご参照ください。 はいえー、続きまして第2次中期経営計画についてご説明申し上げます。えー、当社はアイスコビジョン2030を定め、えー、2030年における目指す姿として圧倒的なサービス、えー、そして食を通じた社会貢献、えー、人材力の最大化という3つの目標を掲げ 卸売業界でオンリーワンのポジションを確立するとともにフローズン業界ナンバーワンの収益力を誇る企業を目指してまいりますこの10年ビジョンの達成に向け中期経営計画を定め第1次中期経営計画がこの3月末をもって終了いたしましたのでそのご報告と新たに始まる第2次中期経営計画についてご説明させていただきます はい、まずは売上と利益の振り返りとなります。売上高は、使用企業の出店や冷凍食品、アイスクリーム市場の拡大により増収を達成し500億円の大台を突破することができました。しかしです、ね、売上高目標は達成したものの外部環境の変化による急激なコスト上昇の影響を受け中継1年目、2年目は減益となりました。 えー、急激なコスト上昇分をうまく価格転嫁できずに、えー、非常に厳しい状況ではありましたが1年目、2年目で強靭な基盤整備を進め、えー、組織構造改革や物流効率の改善に努めた結果最終年度では営業利益もしっかりと残すことができたと思っております。 はいえー、続いて第1次中期経営計画で定めた各課題の振り返りと進捗状況についてご説明申し上げます。えー、まず人材育成と組織力の向上では抜本的な見直しにより組織が一新しサテライト拠点などの新しい取り組みもスタートできたことで組織力については一定の評価をしております。えー、その一方で、えー コロナ後の採用競争激化により、思うように採用ができなかったという課題も残りました。それに伴い、ルートセールスの教育も思い通りにいかず、売上高を伸ばしきれなかったという反省も残っております。2の既存セールス、二の既存事業の収益力向上では、フローズン事業において、 北関東そして静岡エリアを中心に新規顧客を獲得し最終年度の売上高増加率は12.5%と大きく伸長することができております効率化の推進につきましてはサテライト拠点を2拠点新設し物流の効率化を進めておりますさらに外的要因によりコスト増の状況においても最終年度には価格転嫁が進み 利益を大きく改善させることができました。その一方で、スーパーマーケット事業がセグメント損失になるなど、業績回復の課題が浮き彫りになった形でもあります。3の新規事業の創出では、フローズンジョーズを2店舗出店し、業界内外からの注目を集め、アイスコの市場価値を高めることに成功いたしました。しかしながら、ですね海外事業については、 コロナなどの影響もあり、現時点では進展がなく第2十第2次中継につなげる形となっております。はい、続いてですね、当社が取り扱う商品の市場規模についてご説明申し上げます。この直近6年間のアイスクリーム冷凍食品市場は緩やかに上昇を続けております。 どちらの市場環境も追い風でありますがアイスクリーム市場は他のスイーツと比べても成長しており冷凍食品はご存知の通り共働き世代の増加や即食勧便でかつおいしくなったという技術革新によりコロナ後も消費は増加しております。 その一方で,です、ね、小売業界の競争激化や再編などにより私たちが身を置く卸売業界にも大きな影響が出ております。メーカーの納入条件の見直しや消費者の低価格志向などもあり利益は出しにくい状況が続いております。ままた人口減少や高齢化が進んででいる中特に物流業界では年問題なども相まって 人手不足は業界内でも深刻な状況であり採用コスト並びに人件費の増加は避けられないという環境に立たされておりますこのような事業環境の中で当社が目標として掲げているアイスコビジョン2030を達成させるためにはどのようなことに注力していくべきなのかと いいうことをですねスウォット分析を元にご説明させていただきまはじ、えー、めに当社が他の追随を許さない強みといたしましてはやはり長年にわたり冷凍一筋で培ってきた専門性の高い営業力と開発力や商品の調達から仕入れそして保管配送販売まで全てを入れ合う一貫システムで自社完結できる機能。 そして圧倒的なサービスレベルのの高ささを誇る教育された従業員の存在ですそしてこれらが生み出す機会として市場が成長し続けていることにより当社が強みとしている機能を必要とする小売業者様からの引き合いが増加傾向にあるということです一方でサービスレベルの高さを維持するため従業員教育に充てる時間や 一貫システムの機能を保つためにはそれなりの投資や人材の確保などが必要となりますが労働時間の労働人口の減少やエネルギーコストの上昇など自社完結にこだわるからこそ脅威や弱みとなる要素もございますしかしながらこれらの脅威,は脅威や弱みは解決できればすべて強みや機会チャンスに転換させることが可能であることから 当社は第二次中期経営計画の基本方針を環境変化への徹底対応といたしました弱みを克服して強みに変えていくことに徹底的に注力しチャンスに変えていくための第二次中期経営計画を定めております環境変化への徹底対応を第二次中期への基本方針としてその重点テーマに 人的資本経営の実践、収益力の改革・加速、新規事業の育成の3つを掲げることにいたしました。第一中期経営計画では、大地を耕し、種をまいてきたわけですが、出てきた目に水をやり、さらに成長させていくこの3カ年を育成期と位置づけております。当社が取るべき営業戦略や、 ロジスティック戦略の見極めはできましたので育成期の基本方針としては環境変化への徹底対応を行いながらも現在進めている改革の基本方針をぶらさずに加速させてまいります、はいえー、続いて業績目標についてですが第2次中期経営計画の最終年度の経営指標として 売上高600億円、営業利益10億円、第2次中期経営計画の期間中の目標配当成功を30%といたしました。売上の成長については、フローズン事業が引き続き牽引していく見込みでございます。 先ほどのスライドの通りフローズンの市場規模が拡大していることに加え徹底した差別化戦略を武器とする当社にとって非常にチャンスが多く売上高は順調に拡大していくことしていくと考えております。 第一次中期経営計画で基盤整備が進んだことで、より成長できるフェーズに入っ,たと入ってきたと考えております。売上を伸ばしながら人材を育て、物流効率のさらなる改善を図り、しっかりと利益を確保していくことを念頭に進めてまいります。 配当成功につきましても30%を目標と定めることにより事業の成長同様株主の皆様への還元についてもしっかりと取り組んでいくことで企業価値向上につなげていく所存でございます続いて第2次中継の重点テーマをご説明いたします初めに人材戦略についてご説明申し上げます 第2次中継では人材確保、人材育成を最重要課題と捉え、外部人材の登用や第1次中期経営計画では十分に実施できなかった従業員の教育、育成に力を入れてまいります。先ほどの振り返りでもご報告申し上げたとおり、人の採用の部分でブレーキをかけざるを得ない場面が多くありました。 当社の持続的成長を支える原動力は人であり人的資本への投資が売上上ののの増加や生産性の向上に直結すするものと考えております特に採用競争は年々厳しくなっておりますが人の覚悟がもっとうまくいけば売上げ利益をさらに伸ばすことができたと考えておりますので例えばルートセールスの週休3日制など 働きやすい環境や制度の導入を進めてまいります。またそれらに加えですね、女性社員登用などダイバーシティの推進にもより一層力を入れてまいります。はい、続いて事業戦略になります。フローズン事業における物流戦略は第一次中継でも取り組んでまいりました。 ああ参りましたが、配送拠点の統廃合やサテライト拠点をはじめとする物流網の構築を強化してまいります、えー。配送エリアの拡大としては、えー、成長著しい北関東エリアと東海エリアを引き続き伸ばし、将来的には関西エリアまで進出していきたいという風うに考えております。 続いて、えー、人材育成と生産性向上施策についてです、えー、第二次中継ではご覧の四点を中心に進めてまいります、えー、人材戦略とも連動しますが現場教育はです、ねえー、生産性にも直結しますので、えー、新たに立ち上げた現場教育専門の部署を中心に、えー、スキルの向上や独り立ちを早くするなど短期間で 高品質なサービスを提供できる仕組みの構築を強めてまいりますまた動体システムや新ハンディターミナルの導入など生産性の向上につながるものは積極的に取り入れてまいりますそしてですね、現在自動倉庫導入の検討もスタートしさらなる配送効率の改善を目指してまいります そしてこの第二次中継の最終年度のフローズン事業の目標数値はセグメント売上高520億円セグメント利益で8.5億円を目指してまいりますはい、えー、続いてスーパーマーケット事業についての事業戦略になります 事業環境は引き続き厳しい状況が続いておりますがもう一度基本に立ち返り販売力の強化管理コストの削減やマーチャンダイジングの見直し等抜本的な改革に取り組んでまいります業績についてもまずは早期の黒字化を目指し中継最終年度では売上高80億円セグメント利益1.5億円を目指してまいります はい、続きましては新規事業になります。第一次中期経営計画では新たな成長エンジンとして冷凍食品専門店事業と海外事業の2つを掲げております。冷凍食品専門店については中期経営計画1年目で構想を固めそして2年目に1号店 3年目に2号店を出店し現在3号店の出店が決まり準備を進めているところであります第2次中継ではこの出店した店舗を育て事業として伸ばしてまいりますまた海外戦略においてはコロナの影響で大きな進展はございませんでしたが現地業者とのウェブ商談などを積極的に行いネットワークの拡充は図れました 第2次中継では日本国内市場における冷凍食品の多様化に対応すべく海外で人気の高い冷凍食品やアイスクリームの輸入と日本製品の販路拡大として日本食ニーズの高い海外マーケットを中心に販売する輸出の2つを軸に進めてまいります。はい、続いいて、て資本コストや株価を意識しした経営についてご説明申し上げます。 3月末時点では PBR は1倍を割れておりましたが現在では1倍を上回る株価となっております当社は食品卸売業という比較的安定した業態であり想定資本コストは4.5%から5%と認識しております24年3月期は想定資本コストを上回る ROE をとなりましたが 当社の営業利益には波があり、安定した利益を毎期継続して出していく必要性を感じております。また、当社の成長性に関しては同業他社と比べても高いと自負しており、現時点でその成長性が株価に反映されているものとは考えておりません。 そのような観点からもです、ね、株主優待の新設や株式分割などコーポレートアクションをしっかりと行い IR を充実させ株式市場からの評価を高めてまいります第2次中期への先駆けとして先ほどご説明いたしました株主優待制度の新設と同時に株式分割を実施いたします 優待制度については株主の皆様のご支援に感謝するとともに当社株式への投資の魅力を高めより多くの方に株式を保有していただくことを目的にこの度新設しております当社が創業から取り扱ってきましたアイスクリームの中でも人気のある高級アイスハーゲンダッツのギフト券ミニカップ2個 年間8枚贈呈する予定であり事業とも関連したものを選んでおりますまた当社の株式流動性を高めるため同時に株式分割も実施いたします配当も含め株主還元にしっかりと取り組んでまいります はい、こちら最後になりますが当社は拡大が見込まれるフローズン市場において差別化戦略を武器にリーディングカンパニーを目指すとともにアイスコビジョン2030の達成に向け第二次中期経営計画にしっかりと取り組んでいくことで今後も成長してまいります。ごご聴ありがとうございました。 愛原様ご説明ありがとうございました、はいえー、それではまず会場の皆様からのご質問をお受けいたしますなおこの IR ミーティングは質疑応答部分も含め全文を書き起こして公開する予定です、えー、質問の際氏名と名乗られますとそのまま公開されますのでこの点はご留意くださいそれではご質問のある方は挙手をお願いします係、えー、がマイクをお持ちいたします いかがでしょうか。相、はい、原社長、あの詳しい説明ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、日本証券新聞社の三橋でございます。お世話になっております。はい、お世ええー、質問ですけれども、はい。えー。 あの5月、まあ、今月ですね、はいえー、株式分割と、はいえー、優待のダブル発表ということで、はい、株価はあの跳ね上がりました、はいえと、1500円ぐらいから今、今日は2500円、ちょっと割れてますけれども、はい、2500円近辺までいったと思いますあの。本当に素晴らしい、あのー いいあのタイミングであったかなと思います。<laughs> はいはい、えっとその中で、えー、株式あの IR の拡充ということがあの資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応で、はい、えっとお話しされていました。はい、えっとまああの質問の内容はあの。えー 決算発表の内容とはちょっと、ちょっと異なりますけれども、はい、IR の拡張についてですね、はいあの、どんなご予定でいらっしゃるのか、はいえー、お聞かせ願えればと思います。やはり、長続きさせていくというか、この株価をさらに、えー、上げていくためには、はいあの、個人株主の浸透であるとか、はい、あの認知が。 当然、必要だと思いますので、はい、その辺の意識が終わりかと思いますが、お聞かせ願えればと思います,す、ねはいえー、質問ありがとうございます。えーまあ、IR の拡充、まあ、今後の IR に対しては、あのまあ、この度、えー、まあ株式優待と、えー、分割というところを発表させていただきまして、それが株価に反映されているということですごく本当に嬉しい限りであります。 で今後の株価ああの IR というところを考えますとやっぱりその今まであまりそこら辺を、まあ、こういう説明会は当社開催してきておりますけど細かくいろんなことをこう発表していくっていうことはあまりしてなかったんですよね。でそういうようなところあの細かいそのまあ知り合いの会社なんかちょっと聞いてみるともう月に1回はそういうの出してるよとか。 そういうようなところのような話も聞きますので、そういったところ細かい対応を一つまず今後やっていきたいさまざまなニュースを伝えていきたいというふうに考えております。で、やっぱ株価っていうのはやっぱ経営者の責任だと思ってます。で、やっぱここのとこ上げていく株価を上げることでその企業価値っていうところを高めていくのも。 まあ経営と並んで、すごく大切な仕事、役割だと思っておりますので、そこら辺はまは今後も引き続き継続してえ続けてまいりたいと、取り組んでまいりたいというふうに考えています、ちょっと具体的にはあ,のあまり言えないんですけど、そういった形で考えておりますので、よろしくお願いいたします。あありがとううごございいいまますすそれででは他にご質問のある方いらっしゃいますでしゃょうか それではオンラインからも質問がしておりますので、はいえー、ご紹介いたします、はいえー。いつもご丁寧なお話をありがとうございます。えー、2点ございます。はい、1>, 1点目はあのスーパーマーケット事業での負債、えー、算点の黒字化はどうメドを立て,る立てさせるのか、詳しくお聞かせください。2点目がフローズン事業です。えー、フローズン事業への電力価格の上昇の影響に関しても詳しくお聞かせください。よろしくお願いいたします。 えーと不採算点スーパーマーケット事業の不採算点の黒字化というところとフローズン事業ではでん電力価格の上昇の影響はい、電気代の上昇ですねはい、はいはいえー、ありがとうございます。 えーとまずスーパーマーケット事業の不採算店の黒字化への目処というところからご説明させていただきますと、えー、こちら、やっぱりあの、まあ、当社まだあの中小というところで、えー、店舗数も今、現在8店舗という形になっております。でやはりあの大手さんと差別化、同じことをやっていたのでは、やっぱりこれあの、競争に負けてしまいますので、えー、やっぱり中,中小には中小の,その強みというところがございます。 でやっぱりあの、まあ、以前からもそうだったんですけどこのやっぱ強いところって考えたときにやっぱ生鮮産品なんですね当社は。で生鮮産品により力を入れていくところで、えー、ここはやっぱ大手、えー、他社様には真似できない、えーまあ、品質であったり品揃えいであったり、えーまあ、価格っていうところが実現、えー、できると考えておりますのでその,その辺りを、えー、やっぱり全面に押し出すことで。 売上客数そしてそれがまあ利益の確保にもつながるという形で現在計画を立て進めている状況であります。で不採算店のところにつきましてはまあ前期に3店舗あの閉店しております。ここでかなりあの不採算店はの処分はできたと考えておりますので、で今後に関してはここから上げていくフェーズに入ってきておりますので今年からは業績回復していくと。 というふうふにたりますまたフローズン事業の電気代の高騰の影響というところでご質問いただきましたがこちらはですね太陽光パネルなどをつけて営業所につけて電気代を賄うというような ところも昨年実施しておりますし、またこちら配送効率ですね、配送効率を何しろこう良くしていくというところに対してやっぱ注力していき、まあ経費を減らしていくというような形でこの電気代の高騰には対応していけるというふうに考えております。はい、以上になります。ありがとうございました、えー。それでは他にご質問のある方いかがでしょうか。 よろしいでしょうか。えー、それではご質問もないようですので、えー、以上をもちまして株式会社アイスコ様のアイルミーティングを終了いたします。えー、本日は皆様ご参加いただき誠にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい。